こんにちは、たまちゃんです。では本日はパスオブジアビスを遊んでみましょう。こちら2023年12月21日に早期アクセスが開始したウィザードリー系のダンジョン RPG です。もうひたすら敵をバッサバッサ倒して装備を入手しキャラクターを強化する、そんな代表的なハクスラです。で、装備にはレアリティや特殊能力がついたりします。で、この手のゲームには定番の画像差し替え機能もあるので、自分好みのキャラクターのグラフィックスでも遊べます。で、価格はとても安く、現在 15% 割引の680円です。というわけで、一体どんな体験ができるのか、早速始めていきましょう。さあ、始まりましたね。この始まりいいですね。まずは情報を集めて、このお店に行くのかな？仲間を集めるためにね。向かいましょうか。巨人の背骨手。いらっしゃいませ。仲間を見つけよう。お、ゾンビ？まずは冒険者を探すでいいのかな？種族は4種類。じゃあまずはヒューマンから。ここら辺が特性のようですね。毒に対して抵抗力を持つとか、まあ平均的な性能なのかな。で、能力を決定する。ポイント1って書いてあるけど、1ポイント割り振れる。カーソルを合わせると内容が見えますね。どれがいいかな。まあストレングス、これにしようか。名前、これ主人公でいいんですかね。で、グラフィックスも選べるようですね。お、今風のイラストもありますね。で、このイラストは自分で自由に設定できるっぽいですね。パーティーを編成。4人パーティーかな？タマちゃん。うん、1人目。残り3人ですね、じゃあ。次はエルフ。これは魔法使いですかね。イントを上げて。じゃあエルフ風のグラフィックスにしましょう。これがエルフかな？他には？これもエルフっぽいな。さらに、3人目。ドワーフ。これはタンク役ですかね。タンク、ダメージ軽減、これかな。よし、ハーレムパーティーにしよう。最後これなんだ、カリン、盗賊系。器用さ、これか。ここまで達すると何かになるんでしょうね。命中強化、再ロール、クリティカル。再ロールってなんだ。クリティカルヒットが発生しなかった時、再度クリティカルヒット判定を行う。なるほど。ああ、一通り見れますね。一番上まで行くと特殊能力系ですかね。サディスト、クリティカルヒットすると与えたダメージの 10% ライフ回復。結構回復系だね、これは。前衛から設定しましょう。こんな感じかな。まあもちろんもっとたくさん作って、で、道中差し替えてもいいんでしょうね。冒険の記録、セーブはこまめに行いましょう。で、お金がありますが、ここでは装備品は買わないのかな。冒険の準備、商店で装備を購入する。これも定番ですね。ここか。ウォルスケン商店。おー、死者の声がする。この声を解読するスキルとかもあんのかな。ウルティマオンラインあたりではね、死者がこういう風に話してましたね。ここでは鑑定も行える。鑑定システム、面白そうだね。装備品は一通り買いましょうか。ショートソード、杖、ハンドアクス、ショート棒、強い防具かな、スモールシールド、あと鎧買うか。全部買えんのかな。エンチャント、初めからなんか能力付きのものを売ってますね。値段一緒だ。チェインメール、こっちの方がなんか得のような気がしますが、得だね。ローブにソフトレザー、鎧は今んとこ3種類かな。ああ、なるほど。こっちのが得とはいえ、2つ欲しい場合は買わざるを得ないんだ。革手袋、お金は1800あるけど。踊り子の服、こんなものがあるんだ。松明とか必要なのかな。1個買っときましょうか。誰か装備してますね、ショート棒すでに。買う必要ないのかな。 S って装備じゃないのかな。とりあえずこんなもんでいいか。トレード、さあ購入完了。立ち去って、装備品はここで設定かな。アビリティとスキル、アビリティ画面か。いろいろあるようですが、まずは装備だね。装備、
あ、装備品してますね、すでに。ハンドアクス、スモールシールド、鎧に手袋、このキャラ固めましょう。さあ装備完了したので次は売りましょうか。ゼロだ全部。初期装備は。さあ準備が整いましたが次は、神殿はキャラクターの復活ですかね。状態異常回復できるマナ汚染度っていうものもあるらしいですが、これにはメリットとデメリットがあるんですね。ドロップ率が上がるんだ。経験値とか代わりになんか異常が発生しますと。研究所まだ入れない。じゃあ初めはここかな。下水道向かいましょう。WSD あと9といい。これ回転かな、平行移動か。なるほど。よし、まずはじゃあこの入り口付近をねうろうろしましょうか。この下水道、巨大なネズミや軟体生物、それがいますと。さあいきなり敵が現れた。スライムか。モンスターを倒せ。スキルを使って戦う。スキルは使用するとしばらく使えない。適切なタイミングで使えと。戦闘はリアルタイム。でも時間も止められる。で、危険な時は逃げろと。逃走に全力疾走。LP。ロマサガ2とか0になると絶命するかもしれない。これ始まってんの？あ、戦いましょう。戦闘開始。さあ一回ポーズして。全部したらこれ戦うようになってますね。特に設定してないからかな。画面左がこれターンですかね、現在のね。はじめスライムのターンかな。まとわりつく効果範囲、範囲内の1パネル、まあ誰か1回にダメージ当たるという話か。ちょっと時間を進めてみましょうか。あ、違うね。下に来た人から行動するものかと思いきや上ですね。じゃあ初めは何もしないでね、見てみましょう。お、あれ、あ、あ、何もしないと攻撃すらしないようだね。クリックすればいいのこれ。戦う。お、戦う。なんだ、合ってんのかこれ。戦う。あ、あ、いや、よくわかんない。よくわかんない方をした。まだちょっとルールわかりませんね。制圧率。画面右上か。戦闘に勝利すると、この制圧率が上がってきますと。装備品ドロップに影響するようだね。で、この制圧率は街に戻るとゼロになる。あとマナー汚染度、左側そうなんだ。お、ああ、後ろ押すとくるっと回るんですね。こうやって平行的に下がるわけじゃないようだね。じゃあ簡単に移動したい場合は横平行移動、これは良さそうだね。もう一回戦う。戦うクリックしてんだけど何もなんないな。これはどうだ、ネズミ。うん、まだちょっと、なんと見ない。しかし、冒険者と思われる、亡骸を見つけた。装備品かな？未鑑定の盾。あとお金ですね。これは街で、鑑定しろという話か。お金がかかるんですかね。プレイヤーのライフは、どうなんだ？減ってんのかな？この赤いゲージか、これが。魔能鮮度でいいのかな？全員共通なんだろうか。戦う。あ、これタンクからって書いてあるね。よく見ると。たまちゃん、ローグ。さらに、お宝。お金。よし、ちょっとアビリティを見てみようか。ここでね。戦闘？これ設定できんの？アビリティレベル上げますか。はい。上げてみた。これで覚えたのかな？全員分設定しましょうか。人間は、強化できんのかな？これ、味方を。影響範囲。物理ダメージ上昇。なかなか難しそうだな。とりあえずこれあげるか。さあこのキャラは石膏？もしくは射撃か。石膏にしてみよう。毒殺、警戒歩行。そして魔法使い。魔術かな。よし、これ戦闘だ。マップはないんですかね。どうかな。隊列パネル？これで設定すればいいのか。こんな感じで。ガード付き。攻撃式。ここに設定したら、この上下左右、これの攻撃力が上がりますという、そういう表示ですね。なるほどね。ちょっと分かってきましたね。ローグの連射。あとは魔法ですね。火の矢。火の矢はなんか影響を及ぼしてる。横になんか繋がってるんだけど。
魔鋼、何かとシナジーがあるって書いてあるけど、とりあえず命中率上昇。あ、なんかまた繋がりましたね。あ、マップありましたね。結構親切だ。今んとこしかしそれほど敵は強くない感じだね。初めからどんどん奥に潜ってしまってもいいのかもしれないとか言って油断すると死ぬんでしょうけれど、よし、炎の矢。わあ、これ難しいな。これでもどれ選択すればいいか分かんない。で、下を選んでるとどういう攻撃が行われてるのか、それを見ることはできない。慣れないとね。先行入力、スキルをロックできる。クールダウン解除のタイミングで即座に使用される。右クリックすらいいのか、いや左クリックでも先行入力のようだね。まだ違いが分かんないな。なんか前方いる？やばそうなのが。まだ無理する必要はない。もちろん周りをゆっくりとね見ていきましょう。さあ戦闘、次は攻撃式。このびっくりマーク何かな。あ、このバツは選べないって話か。で、戦闘終わった。経験値はじわじわ入手してますが、一度道中拾った盾を官邸に戻りますかね。ん？出ようとしたら敵がいっぱい出てきたね。お？あ、あなた、どうなってんだ？これはどうなってんだ？わからん。まだわからんが、とりあえず勝つ。まあ、初めは細かいことでいいんだ。まずは宿に戻って休もうと。戦闘不能も回復できるそうですね。宿泊90任務。今いくら持ってんの？209。まだ休む必要ないんじゃないの？そんなに体力減ってないよね。それよりも鑑定だな。鑑定。さあ鑑定したら、粗末なスモールシールド。人間に設定しよう。ブロック率が多少上がるようだね。よし、この調子で、マップを埋めつつね、レベル上げていきますか。お、さらに靴のプラス1。堅牢。なんかいろいろついてるね。これ何これ。よ、宝箱。よし、開けようか。赤バウの水薬。謎の薬を入手した。これは敵は、あ、この敵は今、ハテナなんだ。正体不明。これはウィザードリーと一緒ですね。魔力は使ってんのかな？魔力なんてものはそもそも。あ、マナがありますね。しかしマナは回復するようだね。お、石の棺。中は？すごい、むちゃくちゃ入ってる。じゃらじゃら落ちるようだね、このゲームは。装備品が。どれくらい持てんのかな？インベントリー。100までか。この攻撃式ってもしかして自分で使うんじゃなくて、ここに設定しておけば、まあ、ここら辺の性能が上がるというもので、命令ではないのかな。あ、炎の矢、火の粉。あ、これが影響してるんだ。なるほどね。ここのアルファベット、まあ、これがシナジー効果が出てますと。他のスキルの影響によってね。エリートモンスター強いのか、こいつか。地鳴り、特殊能力がついている。ドロップ率がいいと。よし、やろうか。いっけー、連射だ。炎の矢、どうした。あ、なんだ、いいのか。しょうがらん。石の棺、さらにたっぷり。この赤色何かな。おお、まだじゃらじゃら。しかしレベルの上がりは結構ゆっくりのようだね。なかなか経験値がそこまで入らない。で、ここで、さあ、たっぷり入手した。ああ、鑑定するのに、そうか、お金が必要だから。全部は鑑定できませんね、これね。これ高いの、これ。これ売ればいいんじゃないか。振り直しか。じゃあ、エンチャント付きの、ここら辺から、優先してね。鎧。力のチェインメール。プラス2。なんか強化みたいなのあんのかな？ちょっと能力がそこそこついてるようだね。未鑑定品も装備できんのかな？まあ呪われてる可能性もありますけどね。
あとは武器あたりを鑑定したいが、これ S って書いてあるんだよね。これは装備してるでいいのかな。であれば鑑定する意味はないかもしれませんが、一応試しでね、鑑定。ロング棒、現在持ってんのはショート棒とかじゃありませんでした。ショート棒だね。装備はしてないね。ということはどっちが強いの。そして連射強射、技が違うのかな。ラージシールド、ユニークって書いてあるね。ブロック率は高いが、特になんか能力がついてるわけじゃなさそうだね。そう、下水道を終えたけど、次は街を出る。これで、ああ、どこか違う場所探索できるんだ。そういうことか。推奨レベル。まずはここかな。古き用の霊廟。左上なんだ？なんかバフみたいな感じかな。お、強そう。いっぱい出てきた。続くガードに、炎に。なんか黒たないわ。お、攻撃激しい。ああ、やばい。どんどんやられていく。どうすればいいんだ。うわあ、まずい。全滅する。うわあ、終わる。頑張れ。ああ、あと何人生きてんだ。ローグのみか。ローグ行け。うわあ、負ける。うわあ、全滅したー。なんていうことだ。はあ。ガビーン。セーブしたところから。さあ、というわけでね、セーブはこまめに行いましょう。この手のゲームでは必須の知識ですね。さあ、本日はここまでですね。もう戦闘システムがリアルタイムで、テンポがむちゃくちゃ良かったです。で、画面下のコマンドを見るのに必死で、ほとんど戦闘画面を見れませんでしたが、これは慣れてくると解決するものと思われます。で、セーブの仕様は昔のゲームのようになかなかシビアな設定になっていましたが、もうこちら気になった方はぜひ購入して遊んでみてください。じゃ、というわけで実況はたまちゃんでした。